神座ベースボールチャンネルのジンです。今回はね、炎上神座ベースボールということでね、今回ね、 X でね、このような投稿が炎上しました。普通にドイツリーグでソフトバンクがいないから首位にいるだけのチームが偉そうすぎるだろう。楽天と巨人が日本シリーズで戦っても余裕で勝てますから、そうそう交流戦ってことでね、まあ、これがね、もう引用100何個みたいなね、爆発的に炎上しまして、あ、でも俺言うほどね、これ間違ってないと思ってて、これなんで、でもこれ多分根拠説明しないと多分炎上すると思うんですよ。だからね、そのね、根拠をね、これからね、まあ、しっかり説明していこうと思うんで、よかったらね、この動画をね、まあ、じっくり最後まで見ていただけたらなと思います。まあね、クソコメに対する反論動画みたいな感じですね。これね、セリーグの野球舐めてんのがみたいなね、コメがあるんですけど、これめちゃくちゃ舐めてます。これね、まあ、まあ、セパ交流戦でまずそのパリーグ上位5球団が勝率5割6分3厘、まあ、西武を除く、西武ラリー、ライオンズ、ラリーグを除く、パリーグはもう5割6分3厘を残してるんで、基本的に俺セリーグよりパリーグが強いっていうね、前提で語っていきます。西武ライオンズ以外のパリーグの方が強いっていう前提で語っていくんですが、この結果がなぜ起こってるのかっていうのを、まあ、根拠を説明するんですけど、これめちゃくちゃ舐めてますと。まあ、理由、打たせて取る野球が、まあ、基本的にセリーグ。ホームランよりも確率。だから、その、バッターはつなぐ野球、まあ、打率とか盗塁で、塁を一つずつ進めてって、で、ピッチャーは、その、球速よりもコントロールで打たせて取る。逆にパリーグは、その、球速とよりも三振を取って、まあ、確率よりも、その、三振を取られる前にホームランを打ったか、長打を打って、まあ、得点を取るというようなスタイルで、これね、このスタイルの違いが基本、セパ格差につながってると思ってて、まあ、結局、セパ格差ってのがあるわけじゃないですか、こういう風に。これなんでこのセパ格差があるのかっていうのは、もう結論このスタイルの違いなのかなと思ってて、その MLB に近いこのやっぱり下のパリーグの野球の方が基本的に強いんですよ。これまあそのデータ的にも出てますが、まあ、これ根拠を説明すると、そのセリーグが打たせて取るデータ的根拠っていうのはやっぱり BB パー、予視球率が低いんですよ。逆にあのパリーグは K パー、三振率の方が高くて、あの高橋宏斗、まあ今セリーグで無双してるじゃないですか。それでも K9、まあ、奪三振率 8.19 と、まあ、イニングよりも奪三振率を下回ってるというような状況で、まあ、伊藤将司とか床田みたいな、なんかこういう打たせて取る系のピッチャーがやたら無双するのがセ・リーグなので、で結局この打たせて取る系っていうピッチャーはホームランとか長打に弱いんで、まあ、そういうパワー感のあるバッターが基本的にはいない。パワー感のある攻め方をしないっていうのが近いかもしれないですね。まあ、これがやっぱりセ・リーグがこのような勝率に甘んじている結果であるというような分析が僕なんですね。三振かホームランの方が強い根拠なんですけど、まあ、三振っていうのは確実アウトできて、ホームランっていうのはあの確実に得点できるんですよ。だから打撃はホームランが強くて、そのピッチングは三振が強いんですよ。逆にその打たせて取る、まあ、コントロールいいけどあの三振は取りませんよみたいなピッチングとか、だからホームランは打てないけど打率高いですよみたいなのって確実に得点にできないし、確実にアウトにできないんですよ。だから結果的にその対峙した時に確実に曲げるの下なんですよ。これやっぱりこう打たせて取ろうとして真ん中投げた時にホームラン打たれるし、逆にそのつなぐ野球をした時にあの三振を取られるとやっぱりこう対峙した時弱いっていうのが、まあ、このね組み合わせの相性の悪さというか、まあ、これは特徴の一つなんですね。でやっぱりドラフトでもその傾向で、やっぱりこうね、佐々木と奥川の2択ってなった時に、佐々木はもうパ・リーグが行って奥川がセ・リーグが行くと、コントロールのいい奥川はセ・リーグが行って、まあ、三振も取れますが奥川は、まあ、佐々木みたいなこう圧倒的パワーのあるピッチャーはパ・リーグが行くというところで、やっぱりね、ここら辺がね、ちょっとね、まあ、セパのね、色の違いなのかなというところで、去年もやっぱりスケールの大きい高校生投手はほとんどパ・リーグだったじゃないですか。で、逆にセ・リーグはもう完成度の高い大卒投手に行くというようなところで、まあ、日本代表の投手、まあ、スケールの大きい投手がほとんど高卒であることを考えても、やっぱりセ・リーグはね、スケールの大きさよりは、完成度とか、細かい野球とか、つなぐ野球とか、でまとまった野球を好む傾向にあるのかなと。で、交流戦でなぜ楽天が勝てるのかっていう話なんですけど、まあ、つなげ、まあ、これ結論ね、つなぐ野球、打たせて取るピッチャー、こういうね、打たせて取る野球とか、つなぐ打線とかね、そういうのをやらせたら、楽天の右に出るものはいないからなんですよ。まあね、これ、毎年、その BB パー上位のこの投手陣を揃えて、出塁率上位のね、打線を揃えてってところを考えると、実は、その巨人とか阪神の野球の最上位野球をやってるのが、実は楽天で。ね、これがやっぱりこうパ・リーグの中にいると、その パのパワー野球にね、ボコされて終わると。セ・リーグにはやっぱりこう毎年毎年その交流戦では勝ててるというようなところが、やっぱりこう楽天というチームの実態なのではないかなと
個人的には思ったんです。やっぱりこう交流戦とか交流戦ここ10年の交流戦で見てもほとんど楽天勝ち越してるし、逆にその出塁率とか BB パーとかそういうね予祝率とかそういうさそっち系の指標にはやたら強いっていうのがまあ楽天の特徴なのかなと。で巨人が日本シリーズで勝てないと、なぜかなんでこんだけ断言するかって言って、やっぱりこう巨人は菅野とかグリフィンなど基本的に打たせて取るピッチャーがまあ無双してると。ところでまあ逆に打線は岡本以外ほぼ長打が出ない打線で、間違いなくパリーグのどこが出てもパワーにボコされるんじゃないかなと思って、楽天が日本シリーズに出たらやっぱりこう巨人の上位互換なんで、まあ、打線とか特に打線は上位互換で、ピッチャーはなんか言うほど悪くない楽天のピッチャーって別に言うほど悪くなくて、まあ、確かに指標的には低いんですが、まあね、やっぱり予祝率は低いし、まあ、逆にその交流戦で言うとその楽天のピッチャーって無双したわけじゃないですか。これなんでかっていうとコントロールいいからというところで、やっぱりこうセリーグみたいにこうパワーのない打線には基本的には強いと。だから逆に横浜に負け越しましたよね、まあ、そういうことなのかなと個人的には思ってます。まあ、要するに楽天はこうセリーグでは最上位野球のまあつなぐ野球をやってるので、まあ、打線で勝てるかなというようなところ、まあ、打線とまあピッチャーも言うほどね、まあまあね、なんならさ防御率とか防御率最下位だろうみたいな底面あったんですけど、防御率最下位っていうのも3試合くらいで50失点くらいしてるんで33対0とかが点検ですけど、逆に言うほど失点してないですよ毎試合毎試合。逆にその あの2試合プラスなんか1試合くらい含めると得失点差はもうほぼ5分みたいな感じなんで、言うほど悪くないかなと。で逆にその巨人はソフトバンクに勝てるのかと、俺さっきも言いましたがもう一勝できたらいい方じゃないっていう風に思いますね。やっぱり先発のパワー違いすぎるし、リリーフのパワーも違いすぎるし、打線もパワーも違いすぎるし、やっぱりねつなぐ野球はパワーに勝てないですよ。まあ、ちょこまかその盗塁やったり打率やったりつなぐやったり守れたりっていうよりも、まずはホームランと、まあ、ピッチャー三振、まあ、と球速、まあ、これがやっぱ大前提ないとちょっと勝負できないかなというような印象がありますね僕は。まあね、基本でこの中で、まあ、どれが一番でかい格差なのかって言うとやっぱり先発なんですよ。セリーグはよくまとまったピッチャーが多すぎると。才木とか高橋宏斗でも、ね、言うほど三振率高くないんで、やっぱそこら辺がちょっと課題なのかなと個人的には思います。先発の平均球速とか、まあ、あるいはその先発の奪三振率がちょっと低いのかなと個人的には思ってて、やっぱりですね、そのね、三振を取られまくると、バッターってパワーでなんとかするしかなくなるんですよ。毎回毎回三振ってなっちゃってると、そのホームランとか二塁打とかでもう一気に点取るしかなくなるんで、そういった意味でパ・リーグは強いのかなと。ところで、まあ、やっぱりパ・リーグってその、ね、ホームランバッターいないとか一時期言われてましたけど、やっぱりこうすぐ出てくるじゃないですか、清宮とか。でそういうところなのかなと個人的には思いますね。結論、パ・リーグはもう三振とパワーで、まあ、セ・リーグは制球力と小技でねつなぐ野球をするというような色があって、まあ、対峙した時に高確率で三振とパワーの野球に負けてて、楽天はパ・リーグでは良いんだけどセ・リーグの物差しで見るとめちゃめちゃ強いんで、そういう意味で言うと交流戦とかね、そういったところで、まあ、勝てるのは必然なのかなと。まあ寄付金、まあ俺がね多分巨人と日本シリーズやっても多分勝てるってのはね、そういうところにあるんですよ。だから巨人の野球見ててもなんかそんな強いと思わないんだよね巨人の野球見ててもやっぱりこう楽天の介護感だなって思うところがすごい強いので、なんかそういったところでちょっと舐めてるっていうところがやっぱり結構ありますね。はい、まあなんか反論があればどんどんね、あのうちの YouTube のコメント欄に書いていただければいいかなというところですね。まあ以上になります。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。